19のプラミッドアラジンです。まあ、割とプログラム2部分をちょっと使うんですけども、論理式としてもこういうのが書けるよってことの紹介です。論理というのが、演算子の、この比較演算子なので、この条件が成り立っていれば、イエスなんで1、成り立っていなければ、ノーなんで0という、0か1を返すという論理であります。したがって、もし何とかならば、こっち、そうでなければこれというのを、ループはこうやっても書けるよと紹介しました。条件の論理式が0であれば、これじゃなくて、このこっちが成り立ったので、1かけるこれで、この式が、こっちが成り立っておれば、これ1かけるこれなんで、この式で、これは成り立たないので、0。無視ということで、こっちかこっちのどっちかが、有無を使うことなく、論理の、0か1というのを使いながら書くこともできる。多分これが一番早くグラフを書けることになると思います。2y イコール fx なんで、x 座標に対して y 座標が一つもあるんですけども、x 座標に対して y 座標が二つあるようなグラフだってあると。その場合には、この縦座標が z として、その z を奇数とする、まあ、x 座標というかデルタというふうにして、どっちが、奇数でどっちが関数かというのは、別にどっちでもできるというのであります。で、これで、z は2.4の時にいくつになるかというのことを求めると。それがさっきの、2.9より下ならこっちの関数、上ならこっちの関数というので、ちょうど上の式がこの関数に当たっています。こういうこともできるそうです。t マウスフロア t というので、まあ、常用みたいなやつの整数を除いた部分だけってやつを、整数から引いていくような形にすると、これの範囲というのを、1倍数かマイナス1倍数かっていうのでやると、yt として、OK 波ができます。で、ここの t マウスロア t というのは何かというと、こういうノコギリ波のようなやつで、0から t までは t で、t が1を超えたらまた0になって、2万になると1というふうにして、傾きは1で、0から1しか取らないというのがこの関数です。で、そいつの0.5より小さければ、プラスで0.5より大きければ、マイナスとすると、このやつを使って、まあ、論理でどっちかというのを使って、OK 波ができるということになります。ということで、三角波とか方形波を作るための論理を使った式ということになります。で、繰り返し関数できたので、マスク図の中で一番有名なチュートリアル、あるである、フーリエ級数を求めるか、プログラムを使うと、大難攻長波までで、周期が 2L であるというちょっと注意しながら、こういうふうに計算すると、波形を出すことができます。これ今、50にしているので、基本波だけにすると、自動的に方形波の基本波だけが出てきます。偶数高調波はないので、2としても、変化はありません。で、奇数高調波があるので、まあ、第5高調波としてやると、こうなって方形波を1、2、3、4、5という第5高調波までで、
売れ行き数展開した答えが得られます。はい、以上です。